どうした？浮かない顔して。なんか飯島が来てたらしいな。なんか言われたのか？え？なんだこれや。こりゃHAZE の064じゃねえか。この前カンパニーが開発した最新型のアンドロイドの体だな。なんでこんなものが。確か最も普及している DHK の254型のアンドロイドにそのまま付け替えられるってボディだよな。つっても古い機体には乗せ替えられないけどな。どちらにしろ愛情のねえつまらねえ仕事してやがるな。詳しく調べてみねえとわからんが、まあ大したものじゃねえな。よく見るタイプの最新型だ。これといって特別な仕様もないようだし、なんなら調べておくか。うん、わかったよ。処分しておく。おはようございます、社長。まずこちらにサインとハンコをもらえますか。書類にもサインをお願いしまちゅ。では失礼しまちゅ。わかりました。できましたか？ご苦労様でちゅ。ご休憩なさってくだちゃい。休憩の後にちゃんと見回りしてくだちゃいね。所長。
起きないでちゅね。どうちまちょうか。しょうがないでちゅね。えい！そんなことを言える立場なんでちゅか？なんで所長はこんなところで寝ているんでちゅか？今は12月でちゅよ。上司なんて関係ありません。仕事をサボって職務怠慢なことをしている所長が悪いんでちゅ。仕事をしない人に罰を与えるのは当たり前だと思いまちゅが、どうなんでちゅかね。そんなことは知りまちぇん。第一に最初は名前を呼んで体をゆすっていました。それでも起きなかったのは所長でちゅ。そんなことしている暇があったら、とっとと見回りの仕事をしてくだちゃい。人が働いている間に所長が寝ているなんて、他の署員やメイドに示しがつかないじゃありませんか。そもそも島の中の人々の見本とならなければいけない所長が、そんなことではダメじゃないでちゅか。そうなんでちゅ。そんなことばかりしていたら、所長としての威厳がなくなりまちゅよ。それに、夜の仕事に支障をきたすので、さっさと見回りに行ってきなちゃい。何が霧島さんでちゅか。チラチラしいでちゅね。それに今回みたいなことが多くなると本社の方に通告しまちゅよ。分かっているんならサボってないで真面目にやればいいんでちゅよ。よくそんなことがその口から言えまちゅね。その毎日やってることが居眠りでできてないじゃないでちゅか。何か反論はありまちゅか。わかったら早く見回りを済ましなちゃい。返事は一回でいいでちゅ。所長。
かりました。